はい、大塚より嬢さんの浅木、サイズの方が17センチです。お願いします。はい、大塚さんの浅木です、新潟の大塚さんの浅木ですね。この兄弟声でですね、品評会の方でも、受賞しておりますので、非常に血筋のいい、大塚さんの浅木と言います、特徴的にはですね、この顔にですね、綺麗にやっこつけておることとですね、浅木の特徴である青っぽい色が非常によく出ております。字体のいい青っぽさが出ております。顔はですね、しみっ気もなくですね、真っ白な顔をしております。はい、つかみます。浅木もなんですけども、やはりこの顔が、鼻先がよく白く抜けており、シミなどもないことが特徴。そしてこの字体もですね、綺麗に並ぶことです。そしてこのやっこというんですが、このオレンジ色、この辺の乱れてるところはですね、今は少ないように見えますが、今後増えますので、逆にこれぐらいの方がいいです。ちっちゃいうちからですね、側線ぐらいまで真っ赤ですと上まで上がってきて、赤松葉のようになりますので、顔とか手にちょっと日があればですね、これもこの辺もこういうのもですね、しっかり今後出てきますので、これはこれでいいと思いますよ。お腹です。はい、非常に上質な浅木と言えますね。まあ、オスメス分かりませんが、持っているもの、素材というものはいいものがありますので、伸ばしていただいてもいいですし、締めて飼ってもいただいても、どちらでも楽しんでいただける、そんな浅木と言えます。はい、締めっ気もないですし、こう背中の目の並びも綺麗ですね。はい、はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。